カン・ギエラ官房長官は韓国政府の慰安婦合意追加措置要求を、全く受け入れられないと伝えた。日本メディアによると官長官は10日午前、文在寅大統領が新年の会見で2015年締結された日韓慰安婦合意が間違った方法であったと指摘したことと関連し、日韓合意は最終的で不可逆まとな解決とし、さらなる措置は全く受け入れることはできないと述べた。また、政権が変わったとしても責任を持って実施される。それが国際社会の当然の原則だと伝えた。文大統領がこの日、会見で条件が整えば南北首脳会談に応じる考えがあると明かしたことについては、日米韓が緊密に連携しており、対北圧力を高めて北朝鮮の立場の変化を引き出そうとする態度には全く変わりはないとした。